サッカーをこよなく愛する皆さん、モロスタールです。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、アテレティックス、はい、今年も来ました、ケルビー軍団。最高のピッチコンディションの中、エスタディオサンティアゴベルナベウから、実況、鹿野武彦がお送りします。アテレティックス、ラーム、この男が中心となり無失点試合を続けています。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、今試合開始です。左にエンドを取るのはブルーと赤のユニフォーム、グランデ。アテレティックス。監督は貴公子ノキア監督。フォーメーションは 5-3-2。 バルセロデザイン。おっと、フラミリー退場です。フリーキックから試合再開です。ヘディングでクリア。止めて、リア来て、取り戻しました。ラガトモ突破していく。ラガトモ叩いた。ノキア監督、選手に攻撃的な指示を与えたようです。上げてきた、ここで打ってきた、ゴール1対0 CR7 クリスティアーノ・ロナウド、この試合のファーストゴールだ。うまくねじ込みました。前半18分キックオフです。ほらロンカーディア、そしてアンデルソン、ラーム、ザ・ラーム、パス止めて、クリスティアーノ・ロナウド行く、ここでスルーパス、センタリング、同点ゴール。前半27分、ル・ペティ・ディアブル、アントワーヌ・グリーズマン、試合の行方が分からなくなりました。美しいゴールです。前半29分キックオフです。デサイからラーム、ボールを回します、横に出します、トラップ、パスを送ります。アフル監督、選手たちに盛んに指示を送っています。横に、左に送って、クリア、ハグリーブス押さえて、サイドをえぐります。アフル監督、選手に攻撃的な指示を与えたようです。セルヒオ・ラモス、中央を突破、これは鋭いパス、キーパー、キーパーからボールが出ます。ここでホイッスルが鳴りました。1対1、ハーフタイムに入ります。今後半スタートです。グリーズマン、アタック、トラップ、デサイ、ドリブル、前に出して、監督がピッチのスコアによって指示を与えます。トラップ、シュート、決めた、ゴールイン。後半7分、クリスティアーノ・ロナウド、チャンスを逃しませんでした。素晴らしいゴールです。後半9分キックオフです。さあグリーズマン、運んでいった、グリーズマン、セルヒオ・ラモス、鋭い読みでパスをカットしていきます。クリスティアーノ・ロナウド、ゴール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 、後半14分 CR7 クリスティアーノ・ロナウド、選手交代があるようです。ナチョ・フェルナンデス、さあどういったコンビネーションを見せてくれるのか。後半17分キックオフです。運んでいった、ジョルジーニョ、ラーム、持ちます、ボールを渡します、止めて、ジョルジーニョ、ここでスルーパス、ノキア監督、攻撃の形を指示しています。ベイル、アンドゥ監督、うまく流れを変えることができるか。ロングボール、感じてませんでした。クリバリー、さあクリスティアーノ・ロナウド、これは通りません。ドリブル、ハーグリーブス、ディアラ、これは通りません、通すことができません。ラーム、ドリブル、奪ったのはラーム、バントラップ、ノキアカウント、攻撃の流れを変えることができるんでしょうか。ナチョ、
試合終了。90分では決着がつきませんでした。キーパーを見ます。ねじ込んだ。キーパーに期待がかかります。落ち着いて決めた。助走を取ります。決められません。ここは止めておきたい。無難に決めた。一体どっちが勝つのか。キーパー防げません。決めるしかありません。キーパー止めた。ラルフ・フェアマン。確実に決めておきたい。きっちりゴール。どこに蹴ってくるんでしょうか。うまく決めた。どこに蹴ってくるんでしょうか。すさまじい集中力。ラルフ・フェアマン。ゴールをし、きっちりゴール。グランデ。今年も来ました、テルビー軍団。 PK 戦の末に勝利しました。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、苦しみ抜いた末の栄冠です。